出したね。あ、どうもどうもこんばんは、お疲れ様です。あのちょっと一つちょっとつかぬことをお伺いしますけども、今日はあの待たせたねだったんですけど、前回待たせたなだったんですよ。このなとねにこうなんかこうやっぱちょっと気持ちの違いってあるんですかね。まあ、そういう細かいところで突っ込んでくるお前みたいなやつだよ。女に嫌われるよ、細かすぎるよ。さっきまでこの、女っていうのかな、今日はこの前髪作ってる作ってないとかそういうところに気づいてほしいのに、何を言った言わねえとかに気づくようなやつは嫌われる。いや、なんか深い意味があるのかなと思って聞いて、ねえないですね。まあまあ、若干機嫌はいいよな、気候がいいから。あ、待たせたねの時の方がいいってことですね。わかりました。気候とかコンディションであれは違えから、その人のあれは。それを聞いて安心しました。じゃあ、今日はすみません、ゴッドカウンセラーの日なんで、ちょっと早速よろしくお願いします。29歳の男性です。からの相談。飲み屋でたまに会う知り合い、顔見知り程度の知り合いが先日、ある美大でパクられました。おそらく、初犯であるため、罰金刑でシャバに出てくるものと予想されるのですが、今度店で会った時何と声をかけてあげればよいのでしょうか。パクられたこと自体を知らないふりしてあげるのが思いやりなのか、それとも笑い飛ばしてあげた方がいいのか、あるいは叱ってあげるのが優しさなのか、迷うところです。ちなみにその彼とは、まあ、知人以上友達未満といった関係だそうです。服役経験のある瓜田さん、良きアドバイスをくださいところです。まあ、はっきり言えば、その飲み屋でそういうのを広まってる時点でな、まあ、いねえとこでこいつが何したかにしたって話になってんだと思うんだよ。まあ、やった罪にもよるよ。内容によるけれど、まあ、微罪つっても、その、まあ、ガラス割っただの、まあ、ちょっと何か盗んだだろうな、まあ、そのちょっとそこら辺で暴行したとか、はい、まあ、そんなレベルのことだから、まあ、店のマスターが、いや、あいつにパクられちゃってさ、なんて話をお客さんに、まあ、言えてるレベルのことだと思うんで、はい、気をつけなきゃいけないのは、お疲れさんってシャバに乾杯ってやるのは勝手だけど、はい、そいつとしてはやっぱり春でシャバに出てきて自分の飲める場所がなくなったらどうしようって不安もあると思うんだよ、はい、だからもう何事もないように接するのが本当は一番スマートなんだけども、はい、みんなに大々的に知られてるのに誰も言ってこないなっていう不自然、ぎこちない空気もあるのかもしれない、はい、そういうの考えて、まあ、俺だったらだけども、まあ勝手におごって、はい、で、あ、俺頼んでないけどって当然なるだろう、どれくらい言ったら、はい、そしたらまあ、シャバにってやる、シャバに乾杯っていうの、で、余計なことは聞かねえ。あ、優しいですね。いろいろあるから。ただ気をつけなきゃいけないのは、はい、それが性犯罪であったり、はい、微罪って言っても、まあ、世間で今言われてるクレプトマニアっていう窃盗症の、はい、まあ、ちょっと脳の病気というか心の病でやっちゃったこととか、そういうことだったら、せっかくそれが自分がバレたと思っちゃったら、はい、心の闇がバレたと思ったらもう飲めるで来れなくなっちゃうから、確かに余計なこと聞かずに、まあシャバにってやってやるのがまあ生きで、わかりました。参考になりました、ありがとうございます。はい、じゃあ次21歳の女性からの相談です。ちょっと長いですがよく聞いてください。人の話を全く聞かずいつも自分の話ばかりしている彼氏、過去交際2ヶ月目にうんざりしています。例えば私が何か愚痴や相談事や日常の出来事を話し出すと、彼は心ここにあらずといった感じで軽く相槌を打つだけですぐさま自分の話をバーッとし始めます。その話がまた面白くないしためにもならないし、話がどんどん脱線していくものだから私はいつもうんざり顔になって並行してしまいます。それでも彼はお構いなしに、しょうもない話を延々としているありさまです。で、一回私に興味ないの、私の話をたまには聞いてよとは自分が惨めになるだけなので言いたくないですし、言ったところで聞いてくれるような彼氏じゃないんですと。でこのままこの人と交際を続けることに何の意味があるのだろうかと疑問を感じる毎日です。まあ、そんな彼の性格を直すことは可能なのでしょうか、それとも無理な場合はこの男とはもう別れた方がいいんでしょうかっていう相談です。まあ、それも大事だけど、ちょっとお前もそろそろ読むのをもうちょっとよ、もっとちゃんとうまく読むようにしないと。すいません、質問だけでも100年ぐらいかかると。あ、すいません。まあ、俺は分かるけどな、はい、まあ、よくいる、確かに、はい、そいつはな、悪気ないんだよ、全く。
悪気はない、うん、そいつはその悪念ばかりに自分の思うことばかりを言っちゃって、まあ、一切相手の状況だったら相手の空気みたいなものを一切読まずに、そうやってどんどん話にかぶせてきては自分の言いたいことばかりを言って場の空気をもう変えてしまって、はい、でもそいつはアホみたいにずっと喋ってるっていうのは、まあ、いるんだよたまに、はい、なそいつはまだ単純に未熟なだけなんだよ、はい、子供のようなちょっと未熟な部分があるんだよ、はい、なで、まあ、確かにそれは自分の話も聞いてもらえないし、そんなやつに永久に喋られたらつまんねえし、やっぱ引っ張らなくてもやろうって思うかもしれないよ、はい、ただな、あんたの前でだけじゃないんだよ、そいつはおそらくもしかしたら職場でも、あるいは今までの学生時代仲間の前でも、多分常にこいつまた始まったよってずっと思われてきたと、はい、なっていうのはもう、やっぱそいつはそいつなりに悩んでるかもしれないし、そいつは全く気づいてないかもしれないけども、その今までそいつから関わってきた人たちは、え、あいつまた始まったよっていうふうにもし言われてるんだとしたら、まあ、少し気の毒というか、じゃあ誰がそれを直せるかって言ったら他でもね、あなたしかいない、はい、そいつのそばにいるんだったら、うん、そういう性格が嫌だから離れるんじゃなくて、はい、それっていうのはどこに行ってもそのまんまじゃまずいよっていうのを誰かが教えてあげなきゃいけないんだから、うん、それを教えれるのはもう他でもあんただ、ね、はい、じゃあどういうふうにすればいいかっていうと、まあ、一度最後に一回私の話を聞いてだとか、何々君の話いつも私ちゃんと聞いてるよって、でも私の話もちゃんと聞いてもらわないと私はどこで吐き出せばいいのってなるよって、はい、っていうのをちゃんと教えていくうちにそいつは思いっきり治る。そうですか、うん、治る治る、はい、誰も言ってくれないからそいつは分かってないんだよ、勝手に暴走してる続けてるだけなんですか、はい、これはたまに、まあ、この間もどっかで髪がなんか切っててこの話を、まあ、ある話題をしてたんだけども、はい、空気を読めないやつっていうのは仕方ないんだよ、うん、分からないけど悪いことしちゃう動物に怒ったって治んないなんですよ、うん、なんかかわいそうになっちゃうんだよ、はい、それでそれな空気を読めないやつらに対して腹が立ったって仕方ねえんだよ、はい、そいつら分かんねえんだから、はい、でも立ち悪いのは空気を読めるくせにあえて読まないっていうやつが悪いんだよ、でもその彼は空気が本当に読めないんだと思うよ、だから何の悪気もねえんだから、あなたが改善できるはずだから、私の話を一度最後まで聞いてっていうのをちょっとずつ私も努力するから、あなたも一生懸命話すことと聞くことを、ね、私も付き合うから努力して一緒に成長していこうってこと言えば大丈夫だ、うん、分かりました、あれちょっと場所を移動しましょうか、すいません、はい、すいません、ちょっと電車の音がちょっとうるさくてすいませんでした、はい、じゃあ次の質問いきます。34歳男性おともやさんからの相談です。2ヶ月ほど前、今お付き合いしている彼女にプロポーズをしました。その場での返事は括弧考えておくねと言われましたが、今になっても返事が来ない状態です。その2ヶ月の間、彼女との関係は特に気まずくなることもなく、今まで通り、の頻度で連絡のやり取りやデートをしています。彼女の気持ちが固まるまで焦らず待つべきなのか、こちらから返事を流すべきなのか、どのようにすればいいか悩んでます。ウリタ兄貴流の答えを聞きたいです。ちなみに彼女は23歳で付き合って1年だそうです。よろしくお願いします。23歳、あ、彼女は23歳で、おともやさんは34歳です。で、その彼女の方は、はい、考えるって言ったの、その考えさせてくれって言ったの、考えておくねって、考えておく、はい、まあ、まさにその通りなんで、考えてんだよ、だから、はい、それだけの、明日飯食いに行くの考えとってくるじゃねえんだから、はい、今度海に行くんだけど水着買いに行くのをちょっとお前選んでくれよっていうことだったら忘れるかもしれないけど、さすがにお前女がな、結婚してくれって言われてそれを忘れてるってことはあんまねえから、はい、ただな、焦ってすぐに答えを求めたくて、まあ、いろいろテンパってんだと思うけども、その若さでな、はい、相手がな、はい、自分中心に考えちゃダメだけど、相手の側に立って考えると23の若さで、ましてやその子だけじゃねえから、その親だったり周りだったり友達だったりいろんなものを本当に賛成させれるのかとか、はい、あるいはそのお供やんが本当に
受け入れられるのか、あの旦那として本当にいいのかとか、うん、そういうのを精査するのはあの本人だけの意思じゃ絶対できないから、うん、周りからいろいろ固めるために一生懸命今時間かけてやってるかもしれないし、はい、それを、まあ、煽っていいことはまずない。あ、そうですか。煽っていいことはまずないけど、まあ、まあ、おともやんが、焦ってるのはこのまんま半年後1年後ってなってまだそのことに触れてこなかったらどうなっちゃうんだろうっていう、うん、なそこでまあ俺だったらだけども、はい、なんかの隙にお茶飲んでる時でもいいし、まあ、飯食った時でもいいし、まあ、なんかのデートの最中にうん、まあこの間の件だけど、はい、何がって言ったら、まあ、この間の件だけども、うん、俺にとってはあまあ、俺はお前より年上だし、うんうん、それなりの覚悟を持って言った気でいるから、はい、だからその回答がネガティブなことであろうが、まあ、前向きなことであろうが、もう吉と出ても凶と出ても全てを俺は飲み込んで受け止める気で、まあ、言ったことだから、はい、どしっと構えて待ってりゃいいっていうのも分かってるんだけども、はい、うん、何かその問題だったりそのことでうーんって一人でもし悩んでるんだったらそれを俺とちゃんと山分けしたいんだと、その悩みも一緒に、はい、解決していくのは もちろんこの先本当に俺がその運命の相手だとしたら、はい、まず俺が解決をしていかなきゃいけないわけだから、はい、っていうことも言って、その上で、まあ、いつでもその時が来たら答えを俺に教えてくれよって、焦らないでいいからって肩でも叩いて、はい、そうすれば、まあ、これこれ今こうで遅くなってるんだとか、まあ、言ってくんだろうな多分。なるほど、そういう、まあ、言い方がいいと思う。なるほど。でもそう今みたいに言われたらこう女の子がポロッと来ちゃうような気がします、うんうん、まあ、来てもはその本人だけの問題じゃねえから絶対。あ、うん、家族のね、うん、まして1年も付き合ってるその子だって遊びではねえんだから。確かに確かに、うん、ちなみに織田さんの場合はどうだった、電光石火だったんですかねプロポーズは。うん、まあ本当牛丼食いに行く感覚だよ。うん、どういう感覚、牛丼食いに行く感じだよ。あ、まあ、さっと入ってさっさっさっつってもう締めパッパンとかけてパッと食べて。あ、そんなライト感覚であの役所に行ったんですか。じゃあ、過去の話。あ、はいはい、まあ、そう言わせてどうする。あ、すいませんでした。お前、殺すの。